カットジャパンが終了した本当の理由。2014年から放送され、世の中のムカをスカに変える。この番組が終了した理由は、番組にお金がかかりすぎていたという理由と、やりすぎた演出のせいで、不自然すぎてありえない、話盛りすぎと批判の声が増え、一時期は 13.6% あった視聴率が 6% まで下がってしまった、というのが終了した理由と言われています。エグス。ネット上では、この番組が終了するのが一番のスカットだった。微塵もスカットせず、胸クソ悪さだけが残る番組だった、と言われていますが、皆さんは好きでしたか？